9月25日朝の、じゃない9月25日土曜日朝の5時20分です。ここは中央道談合坂サービスエリア上りです。今日の降ろし場所は埼玉県三郷市、8時に受付予定です。キッチンペーパー200ケースです。5段重ねしてるからね。5段目が結構きついね。高いから。今日も気をつけていきます。7時10分三郷着きましたけど、受付がよくわからない。土曜日で空いてるからいいけど、平日だったらえらいこっちゃ。8時ちょっと前に受付済ましてくれって言われてたから、まだ時間あるんで大丈夫なんですけどね。2階で受付するのかな、よくわかんないな。ちょっと調べます。8時50分三郷市完了です。ウイング開けて横から、で今日土曜日だからね、電話したら、とりあえず帰ってこいということで、あるのかないのかわかんないけど。で、月曜日が午後4時半にワクチン接種の予定なんですよね。だから積み置きして午前中下ろして終わる感じじゃないかなと思うんだけど、あるいは月曜日当日一発やって終わりとかね。そんな感じです。はい、じゃあ戻ります。